今、神がどれほど素晴らしく、また、えー、すごいお方であられるかということを皆さんとご一緒に学んでおります、えー。次に、この神のご性質について、えー、神が愛なるお方であることについて考えてみたいと思います、えー。聖書の中では、神という存在を本当に愛という言葉で私たちに表現してありますね。えー、特に父の愛というね、 まあ、そのような形で私たちに投げかけてある部分が多いんですけども、えー、ただ一つね私たちがイメージする愛と神の愛というのは全く別次元になります、えー、どういうことかと言いますと私たちの愛というものは、えーまあ、例えば私たちと良好な関係を築いている人に対しては私たちは愛することができるかと思うんですねしかし例えばその人が私を騙してですね 何か罠にはめて、私が害を被って、えー、その裏切った、その敵になったものを私が愛せるかというと、愛せないんですよね。許せないわけですよ。えー、しかし、神は、ね、この敵となったものをも愛するのが神の愛だということなんです、えー。私たちとは全く次元が違う。相手によって変わったりしない愛。これが 神ののの無償の愛愛アガペの愛とも言われますよね、えー、今回はそういうところをちょっと学んでいきたいと思うんですけども、えー、一つ、えー「出エジプト記」の34章の6節ですね、えー、開いて頂い,いてこういうふうに書いてあるんですね「主は彼の前を過ぎて述べられた」主「主主憐れみあり恵みあり怒ること遅く慈しみと誠との豊かなる神」 ここに愛の神のお姿が描写されてますけどもこれは実はモーセが神様にあなたのご栄光を私に見せてくださいというねそういう大胆なお願いをしたわけですモーセは神を本当に愛しそして信頼していたわけですその中で彼は神のご栄光を求めたその時に神はご自分のね後ろ姿をですねモーセに 見せることをお許しになったりまたご自分を紹介する中で、えー、本当に RM 深い神のお姿をね、えー、その見言葉の中に表現されておられるわけですよね、えー、先ほど敵をも愛する愛が神の愛であるというね話をしましたけれども、えー、ただしここには一つの条件があるんです、えー、それは何かと言いますと、えー、この敵が神を知った時に 神に立ち返るということを神は望まれるということなんですよね。ですので、まあ、神なんて興味がないと全く自分と関わってくれるなと、まあ、そういう立場を取る者がいたら残念ながら神はまあそのものをですね無理やりご自分の愛の中に引っ張ったりはされないわけです。まあ、これはその人個人の自由でありますしその人が選んだ選択の道でもありますので。 神はそこまでで介入されないわけですね、えー、もし私たちが、えー、罪人神の敵となった、えー、その状態で、えー、自分の本当の姿を憐れんで、えー、なんと私は惨めなものなんだろうかということに気がついて神に立ち返るときに神は喜んでそのものを受け入れるこれもまた神の愛なんですよね。 恵みありという表現が先ほどありましたけれどもそういった部分で罪を犯していたものが立ち返るときに神は憐れみと恵みを施されるということなんですねしかし先ほど触れたように全く自分にはもう神は寛容してほしくないと、ねえー、私は私の好きなように生きるという道を最後まで行くものに対し神はまた明確な言葉をです、ね、聖書の中に残して記されておられますね、えー、同じく 出エジプト記の先ほどの続きです。34章の7節をちょっと開いていただいてですね。こういうふうに書いてあります。慈しみを先代までも施し、悪と尖と罪とを許す者、しかし罰すべき者は決して許さず、父の罪を子に報い、子の子に報いて、三四代に及ぼす者、えー。ここに基本的には、 その「悪と咎と罪とを許すお方ですよ」と書いてあるんですが「しかし」と前置きがしてありましてその続きですね「罰すべきもの」と書いてあります。え罰すべきもの先ほど言いましたように、えー、もう神を侮ってですねそして罪を自分の全人性をかけて追い求めるような、まあ、そういうものに対して神は「刑罰」という ね、罰すべきものば決して許さずというのは刑罰という形で対処されるということなんですね、えー、ですので、えー、基本的に神は許す神であられますしかし、えー、悔い改めを最後まで拒み神との関係を全く無視して好き放題な生き方をしているものに関して神は刑罰という形で関わることがあるということなんですね、えー、その部分はは私たちは ししっかかりとと把握していいいるべきではないかと思います、ねえー、まあ私たちはこの御言葉の中からね、えー、まさに神は「恵みと愛のお方であられる」と同時に全く「正義のお方であられる」ことも分かります。え「ー、新約聖書」の中ではまた違った表現でですね、えー、私たちにご自分をこの紹介されているわけですけども例えば「マタイによる福音書」のですね6章の9節をちょっと開いていただいて、えー、次のように書いてあるんですね。 だから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父を皆が崇められますようにえ。ここで、あなた方はこう祈りなさい。イエス・キリストがこの神にお祈りを捧げる方法について私たちに教えておられるんですけども、まず、祈りの対象は誰かえ。この祈りの対象はこう祈りなさい。そして、天にいます 我らの父よという表現ですねつまり祈りの対象者は父なる神様であるということなんですしかし今まで父なる神様のこの父という部分は巫女イエス・キリストに対しての父という形だったわけですよねそして人類の父は誰かというとイエス・キリストが私たちを創造されましたのである意味イエス・キリストが私たちの父なる存在であったわけですしかし 新約聖書においてはイエス・キリストは、えー、旧約の神という立場から、えー、新約の時代にはイエス・キリストというね、えー、人間としてこの地上にお生まれになられましたねその時にイエス・キリストがいつも私たちに投げかけておられた言葉があってそれが先ほどの「父なる神様をあなた方も父と呼びなさい」ということなんですこれは非常にありがたいことですよね 私たちは父なる神様を私たちも父なる神様って呼んでよいということなんですね。もう一つマタニよル福音書5章の16節ですねこのように書いてあるんです。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしそして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父をあがめるようにしなさい。 ここにも天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさいというね、えー、イエス・キリストは私たちにも、えー、父なる神様のことを父と呼びなさいと教えておられるわけですよねで、えー、なぜイエス・キリストがそのようにおっしゃられるかっていうとねこれとっても実は奥が深くてですねイエス・キリストを私たちは救い主だと信じますけれどもイエス・キリストは私たちのことを、えー あなた方をもう一度神の子として、一番最初に私たち神の子として作られたわけですよね。もう一度神の子として作って、そしてえ私の兄弟としてあなた方を迎えようと言ってくださるんです。もう一回言います。イエス・キリストに救われた者はイエス・キリストの兄弟という形になるわけです。これはあの実はね、イエス・キリストは 父なる神様の御子イエス・キリストですから私たちがそのイエス・キリストの兄弟になった時に父なる神様にとっては私たちも御子イエス・キリストのように神の子になるわけですこれって非常に高められる約束なんです高められるというのは私たちは全くそんな身分ではないのにつまり王の 子供であるイエス・キリストは、えー、これ王子ですよね王子の兄弟のことをまあ何と言いますかね王族と言いますか、えー、神のこの王族になれるというのが実は聖書の素晴らしい真理の中にね、えー、投げかけられている約束なんですですから私たちはこのキリストを通してキリストの兄弟として父なる神様に受け入れられるので 神の子として新しい立場が与えられる。それはもちろんイエス・キリストの十字架の功績のゆえです。そしてその功績をイエス・キリストは、えー、しっかりと私たちにね、主張されて、だからあなたはこの功績により頼んで、そして、えー、あなたのこの父なる神を父と呼べるように、えー、あなたは記憶、そして聖なる存在と、 作り変えられていきなさいというのがイエス・キリストのね私たちに対する投げかけ教えになるわけですねえこれが聖書のまあ救いという真理になるかと思いますよねえまあこのことに関して一つ引用文をですねご紹介したいと思います「祝福の山」の91ページですねこのように書いてありますイエスは宇宙の支配者である神を我らの父という新しい名前で聴衆に差し示された イエスは神がどのように優しく人々に愛情を注いでおられるかを彼らが理解することをお望みになった神は失われた魂の一人一人を心に留め父がその子供を憐れむように主は己を恐れる者を憐れまれることをイエスはお教えになっているこのような神の観念は聖書の宗教以外は どの宗教も世に与えたことがなかったこのようにイエス・キリストの十字架の功績によって私たちが全宇宙の統治者であられるお方をイエス・キリストの兄弟という立場になるゆえに父なる神様とお呼びすることが許されたことこれは非常に聖書の素晴らしい真理だと皆さんは思いませんか